痛い。痛いっすね。嫌な感じですか？いや、なんかね、嫌ではないですけど、すごいいいっていう感じでもなく、なんかいろいろ、あ、これはまあ疲れが溜まってるのかなっていう感じですかね。あ、なるほど。硬いですね。ちょっとこれあれですか、上に上がった方がいいですか？どっちでも大丈夫ですよ。あ、そうです。はい、大丈夫ですよ。あ、楽にしてみてください。はい。あ、こんぐらいまで気持ちいいです。なんか、硬いですね。痛い。めちゃくちゃ硬いですね。めちゃくちゃ痛いです。ああ、でも、あ、そうなんだ、こっちは。何なんですかね。なんで硬いんですか。歩き方が良くない。ああ。とか、内臓の負担とかでも、こう歩き硬くなりますよ。ああ、内臓っていうと。腎臓とか。ああ、胃腸とか、はいはいはい、心臓とかでも出てます、出てますね。ああ、まあまあまあ。ピアスケが硬いせいですね。痛い、痛すぎる多分一番はこの足首ですね。アキレス腱が硬いから、はい、この伸縮しないんですよね。あ、そうするとこういう柔軟性がなくなりますよね。あ、アキレス腱のストレッチとかやってください。あ、なるほど。
っとこうやってやるだけで。いやこっちからですね。あと冷えですね。足も冷たいですね。気持ちいいっす。あ、そんな変化に手がついてる。この時はこっちは水ほどじゃないですね。右のふくらはぎが変に硬いですね。
痛い痛い。力入れちゃいますね。伸びてますか？なんかふわってなってます。伸びてる感じします、はい、膝裏とか伸びてますか？足の裏側は。そこは、まあまあって感じ。まだ伸びる。このぐらいですか？痛い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 。これぐらいですか？このぐらいですか？どうですかね。伸びてるっていうか、まあそうですね。伸びてる感じあるっちゃう。それは聞いてますか？あ、伸びてる。はい。ですね。はい。ここが、ももがすごい伸びてます。はい。ちょっとこっちに行ってください。さっきと同じようにもも伸びてますか？どこですか？もも伸びてますか？伸びてるっすね、はい。弱いですか？え？弱いですか？何ですか？十分伸びてますか？伸びてます。はい。痛いっす。逆の状態にしてるっていうか、普段縮んでるところを伸ばして、あ、なるほど、はい、普段は伸びてるところは縮むように、はいはい、バランスを取るわけですね。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.